普代村は岩手県にある太平洋に面した村であり、北緯40度線上世界最東端の地である。岩手県北東部に位置する村であり、三陸海岸を有し太平洋に面している。海岸部は飛行100メートルを超える断崖絶壁がほとんどであり、砂浜などは少ない。地域内での最も大きな河川は普代川及びその支流の萌市川であり、村を横断し、 普代浜にて海に注いでいる。平野部はごく少なく西から東方向へと流れる河川が狭い渓谷を形作っており、河川沿いにわずかに見られるのみである。地域内には海岸断球の発達が見られ、丘陵上は平坦地が広がっている部分もある。1月の平均気温は低、摂氏0.7度、8月の平均気温は摂氏21.7度。 夏は涼しく、日本では珍しい西岸海洋性気候に分類される。漁業郵便局普大村中心部と黒崎周辺の空中写真。1977年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。普大集落中心部普大集落を流れる普大川。 普大水門平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、9.49%減の2795人であり、増減率は、県下33市町村中25位。両小学校は、小中一貫教育の研究指定を受けている。小学校中学校三陸北中間道、普大インターチェンジ三陸鉄道リアス線。 普代駅高速道路地域高規格道路、一般国道県道主要地方道、一般県道道の駅、ありがとうございます。